山口夏夫は、日本の政治家、弁護士、公明党所属の参議院議員、公明党代表、衆議院議員、防衛政務次官、新進党副幹事長、公明党参議院国会対策委員長、公明党政務調査会長などを歴任した。1952年7月12日、茨城県中郡中港町に誕生、高等学校卒業まで、日立市で育つ。 父は、日立市天気相談所所長、母は小学校教員だった。茨城県立三戸第一高等学校を経て、1972年、東京大学法学部に入学。弁護士を目指して、司法試験の勉強を始める。年齢も、入学年度も同じで共に弁護士志望だった、魚住雄一郎と親友になり、しばしば喫茶店で、社会問題を論じたという。 1978年に東京大学法学部を卒業。1979年26歳で司法試験に合格する。1982年司法修習34期を修了し東京弁護士会に弁護士登録した。司法修習の同期には伊藤秀子、谷垣定一、千葉恵子、松野忍村がいる。 1988年3月から日本弁護士、連合会長左出嘱託。神崎武則の誘いで1990年2月、第39回衆議院議員総選挙に、旧東京10区から公明党公認で出馬し、初当選。1993年8月の、第40回衆議院議員総選挙でも、旧東京10区で再選。 総選挙後に発足した細川内閣では防衛政務次官に任命された。1994年12月、公明党会党に伴い公明新党を経て、新新党決闘に参加。党、明日の内閣安全保障副担当、党副幹事長などを歴任する。1996年10月の第41回衆議院議員総選挙では、 東京17区から新進党公認で出馬したが、自民党公認の新人平沢翔英に敗北し、落選した。その後1998年1月の新進党分党により、新党平和を経て公明党再結成に参加。1999年、自民党との自公連立政権形成により、政権与党となる。その翌年、 2000年の第42回衆議院議員総選挙では再度、平沢に敗北し、落選した。2001年7月、第19回参議院議員通常選挙に、東京都選挙区から公明党公認、保守党推薦で出馬し、参議院議員として初当選。2003年12月、東山議員国会対策委員長に就任。2004年6月には、 党参院政策審議会長に就任した。2007年7月の第21回参議院議員、通常選挙で再選。2008年8月、公明党代表、太田昭弘の下で、党政務調査会長に就任する。2009年9月8日、 民主党への政権交代が起き自公両党がゲアした第45回衆議院議員総選挙で落選死党代表を辞任した大田の公認として公明党代表に就任。なおその20日後の9月28日、同じく総選挙で敗北した自民党の麻生太郎総裁も隕石辞任し、その後継に総裁選挙を経て谷垣定一が就任した。2010年9月、 党代表に無投票再選。2012年9月、党代表に無投票参戦。また、同年の自民党総裁選挙で、谷垣の人気満了に伴う後継として、安倍晋三が就任。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、自民党が第一党に復帰し、公明党も議席を回復。 自民党総裁の安倍晋三から自公連立政権の3年ぶりの再受立を打診されたため、同月25日に安倍と連立合意文書を取り交わす。同月26日に野田義彦第三次改造内閣総辞職により、旧民主党政権が終焉し、第二次安倍内閣が発足した。これに伴い、山口は与党第二党党首となった。 2013年1月、第2次、安倍政権の与党幹部として、初めて、中国共産党中央委員会総書記習近平と、会談し、内閣総理大臣、安倍晋三から託された新書を手渡す。同年7月の第23回参議院議員、通常選挙に公明党公認で出馬し、参議院議員として参戦を果たした。2014年9月、 党代表に無投票4選。2016年9月、党代表に無投票5選。2018年9月、党代表に無投票6選。2019年7月、第25回参議院議員通常選挙で4選。2020年9月27日の党大会で、無投票により7選。なお、この13日前の9月14日に行われた、 自民党総裁選挙で菅義偉が選出され、2日後の9月16日に区首相就任、菅義偉内閣が発足。横須賀海軍施設にて2005年、一級建築士らによるマンションの耐震強度偽装問題を事前に知っていたのではないかとされる疑惑が報じられた。読売新聞によれば、2005年11月、国土交通省がマンションなどの 耐震強度偽装問題を公表する以前に山口が同省の担当者に対し民間の確認検査機関の建築確認に問題があり、耐震強度が不足したマンションがあると聞いたと話し、開発会社、ヒューザー社長の小島進むから事情を聞くよう求め、同省担当者に仲介を依頼している。この仲介の結果、11月9日、 小島は、同省建築指導課の課長補佐と面会していた。国交省は、取材に対し、山口の紹介で、建築指導課の課長補佐が小島と会ったことを、認めている。それによると、小島は11月9日、役員らと共に同課を訪れ、建築確認は、国の仕事であり、建築基準法に合わないマンションができたのは、国の責任だなどといったことを話し、 国側を激しく批判したほか、11月15日にも、元国土庁長官、伊藤康介と面会をしていた。また、小島は、自らの承認関門の前に、山口の紹介で、建築指導家の課長補佐と面会した事実と、暴露していたが、承認関門では、小島は証言拒否を繰り返し、野党議員も、内閣官房長官、安倍晋三や小島との関係。 公明党大田区議会議員と小島との関係などに追及の時間を費やしたため山口と小島の関係が取り上げられることはなかった。集団的自衛権についてかつては反対していた。1990年に山口が初当選した後、二見信明の事務所で集団的自衛権の講師は長い間にわたって政府が意見と判断してきた。それを 解釈会見で認めることはできないと語っていた。2015年の平和安保法制成立に際し、ふとみは当時を振り返り、弁護士らしく筋の通った話でしたよ。それがなぜ安倍政権の解釈会見に賛成するのか、いつ変説してしまったのか、全く理解できません。と語る。一時資料、または記事主題の関係者による情報源、 ありがとうございます。